0勝29敗という成績で引退した金のエースがこちら。0勝29敗で引退、東大エース小林弘正の矜持。東大が終盤に逆転を許し、17年秋以来の白星を逃した。3回までに3点をリード、6回終了時点で4対1と優位に試合を進めたが、エース小林大河が終盤に捕まり、チームの連敗は一分けを挟んで42となった。小林も通算51試合目の登板で29敗目。1年秋からマウンドに立ち続けたが、ついに1勝には届かなかった。130キロ台中盤の直球とスライダー、カーブ、ツーシームと多彩な変化球を駆使して劣勢の中でもマウンドを守り抜いてきた。51試合0勝29敗という数字を残し、大学野球を引退、一般企業へ進み野球から離れる小林にとって最後の真剣勝負でもあった。悔いは残りますね。勝ってないんで悔いは残りますけど、このチームでできてよかった。使い続けてもらった、名誉なことではないけど、ずっと期待してもらったことは誇りと振り返った。ようやっとる。それだけ負けがついたのも立派よ。まあ投げなきゃ負けないからようやっとる。結構勝ち負けつかずあるんやな。ようやっとる。偏差値なら圧勝やし。東大って宮台の時に何勝かしたんだっけ。2017秋に3勝してたような。法政に連勝で勝ち点ゲットや。その時の打線は東大史上最強クラスやった。勉強では勝ち続けてきた彼らもスポーツやることによって挫折を知れてよかったんちゃか。東大で野球部やったらどんな会社行っても人生成功しそうやな。大越とか友人。人生は勝ち点機。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。